岡山国際サーキットは岡山県三鷹市にあるサーキット。旧称は TI サーキット間。ゴルフ場の開発、経営などを手掛ける田中はじめ率いる田中インターナショナル株式会社により、1980年代後半のバブル景気を受けたモータースポーツブームを背景に建設が進められ、1990年11月18日に、 T.I. サーキット間としてオープンにした。F1 開催を目的に建設され、また、バブル景気に沸く、当時の世相を反映して、1500万円の入会金が必要な、会員制サーキットというユニークな仕組みを導入した、ことで話題となった。なお、会員はサーキットが所有するティレルの1987年モデルの F1 マシンをドライブする権利を与えられたほか 一般参加者が使用できないシャワールームやラウンジを使用することが可能であり、さらにサーキットで開催された全日本選手権格式のレースを特別席やパドックで観戦できた。サーキットでのテスト走行を目的にした国内の多くの自動車メーカーが会員になった。また、カーグラフィックなどの自動車雑誌に多数の広告を出稿し告知に努めた結果、 バブル景気に伴うモータースポーツブームを反映して、個人で会員になるものも多かった。サーキットのオープン直後にバブル景気の崩壊に見舞われたものの、田中が建設当初から計画した通りに、1994年と1995年に F1 パシフィックグランプリが開催された。1994年のレースには、 片山右京や鈴木あぐりなどの日本人ドライバーが参戦した。また、アイルトンセナとローランド・ラッツェンバーガーが、次前の1994年3リの GP で、事故死したため、セナとラッツェンバーガーにとっては日本での最後のレースとなった。周囲の交通アクセスの問題は、シャトルバスを大量動員することで解決された。 当時はまだ周辺道路が狭く F1 開催に合わせて岡山県の協力による道路拡張が行われたが1994年の開催には完全には間に合わなかったサーキットの宿泊施設は収容人数が少なく大部分の関係者は湯野郷温泉にある和風の旅館に宿泊した1995年のレースは4月に開催される 予定であったが、1月に発生した阪神、淡路大震災の影響から開催が危ぶまれた。しかし、10月に延期され、鈴鹿で行われる、日本グランプリの前の週に、第15戦として開催された。これが、東サーキットでの最後の F1 開催となった。F1 を2回開催したものの、鈴鹿との連戦や地震による風評などから1995年は、 特に観客動員が低迷し、翌年には F1 カレンダーから脱落してしまう。大体レースとして FIA は国際ツーリングカー選手権第8ラウンドを1996年8月4日に開催するとしていた。チケット販売の不振や金融機関からの融資が不調に終わったことから直前の6月27日に開催中止が発表された。 またこれによって主催者やサーキット側は FIA のみならず当時参戦していた各チームと他田方面からの厳しい批判を浴びることとなった。その後もサーキットとしての運営が続いたが2003年3月サーキットを経営する TI サーキット株式会社の親会社田中インターナショナル株式会社が経営不振のため民事再生法の適用を申請。 その後、整理改修機構が、同社に対して、会社構成法の適用を申請した。TI サーキット株式会社に対しては、コーヒー、吸着サービス等を手掛けるユニマットホールディングが、支援を表明。2004年4月30日には、会社構成法に基づく構成計画の認可を受け、同年10月31日には、 会社構成手続きが完了、正式にユニマットグループ参加となった。田中インターナショナルの倒産とユニマットグループ入りに伴い、2004年5月1日に運営会社が株式会社岡山国際サーキットに称号変更。2005年1月1日にはサーキット名も岡山国際サーキットに変更された。その後、同年4月1日に施行された。 平成の大合併により、所在地が、間町から、三正市となる。WTCC 開催時2008年から2010年に、かけて、世界ツーリングカー選手権の日本ラウンドを、WTCC にワンメイクタイヤを供給する、横浜ゴムの協力の下で開催した。もともと、ユーロスポーツによる、テレビ中継用に、レースが、 パッケージ化されている WTCC だが、日本ラウンドでは、サーキット側からの提案で、スーパー GT のように、決勝レース終了後のマシンを、グランドスタンド前に並べるなど、独自の演出を行った。2012年3月12日、自動車部品、配電盤などの生産を行うアスカが、同年3月28日付で、ユニマットホールディングが持つ、 株式会社岡山国際サーキットの全株式を取得すると発表。なおサーキットの運営方針については基本的に今までと何も変わらないとの意向を表明している。全長3703メートル、コース幅12から15メートル、高低差29メートル。メインストレートとバックストレートを合計13の中低速コーナーでつなぐ構成の テクニカルサーキットである。F1 を開催したサーキットの中では、やや小規模であったため、F1 関係者からミニモナコサーキットと言われた逸話がある。観客席からコースまでの距離が近く、レースの迫力を身近に感じられるのが特徴。コースは、ショートカットローを使用して、二つに分けることができるが、実際のところ一部のイベントを除くと、 コースを分割して運営することは稀である。7つのコーナーには、往年のイギリス人ドライバーの名が付けられている。なお、レッドマンコーナーとホップスコーナーは合わせて、W ヘアピンとも呼ばれる。基本的に解説時とほぼ同じ、レイアウトのコースであるが、一部回収が行われている。モス S は高速で通過するコーナーでありながら、セーフティーゾーンが狭く、 バイクでの死亡事故が発生したのを契機に回収され、コーナーの R が緩く変更されたが、2010年5月29日に同じ箇所で死亡事故が発生している。2017年4月には、モスエスでオイル漏えいにより、バイク7台が転倒し、男性2人が死亡、5人が重軽傷する事案が発生し、訴訟となった。遺族らは、損害賠償ともに、 モスエスのコース回収を求めた。またアトウッドコーナー出口のアウト側路面にバンプがあり、これが原因で死亡事故が発生した。2004年にコースの舗装が全面的に回収されたが、依然バンプは残っている。ピットロードの入り口は当初最終コーナー手前にあり、高速コーナーであるマイクナイトコーナー出口に当たるため追突事故が多かった。現在は、 マイクナイトコーナーより手前の位置に変更されている。2020年のコース改修では、ウィリアムズコーナーの外側に二輪用シケインが新たに設置された。合わせて、モスエスのエスケープゾーン拡張の改修も行われた。ありがとうございます。